こんにちは。今日から始める安心着物、着物楽安こだまです。今日は、もう春にが近づいてきたので、博多帯についてお話をしたいと思います。まあ通常ね、こう博多帯というと、まあ皆さんよくご存知なのが、いわゆるこういう平地という、こうちょっとつるっとした素材のものですね。で、本来このつるっとした博多帯というのは、基本的には生花、7月、8月を除いて10ヶ月ですね。ですから9月から5月いっぱいまで使えるという帯なんですけれども、まあ最近は、もう少しちょっと透け感があるものというのが出てきてまして、で、まあ本当まあ、一応ちょっとお話しすると、本当の生花に使うものは、まあこういう紗といってですね、こういう透かしのタイプのものですね。で、これは78生花用ということで、本当にこうすごい透けてるものなんですけれども、そうですね、まあ、最近は少しだからその透け感が少ないタイプのもので、例えばこうしたいわゆるちょっと、モンローみたいな形で少し若干透けてるという、こうしたタイプのものとか、まああとはこのような感じですね。まあ、そんなにはこう透けた感じはしないんですけども、やっぱりまあ重量も軽いですし、ちょっとこう涼しげな感じですので、もう正直言って4月ぐらいから合わせの後半、それから一重の時期に使っていただいてもいいと思います。で、割と皆さんよくご存知なのが、まあこれはどうでしょうね、マッソーさんっていう旗屋さんが食器で織るようになってもう10年ぐらいですかね、こういう霞と呼ばれる三重の組織みたいな、生地になってますので、そんなにはこう透けないんです。ただこうちょっとね、浮かした糸が、こう、まあ、角度によってこうモアレみたいなのが出てくるので、透けた感じがするので、で、一応当初これはですね、まあ手旗でやってまして、手織りでやっていて、で、最初こうメーカーさんが言ってたのは、生花を除いて、3シーズンという形で、ですから、7、8以外というので、こう一応そういうもので出したんですけど、まあ、結構これ透けて、透けた感じにも見えるし、まあ、着物あんまり選ばないということで、まあ、当然こう柔らかもので、紡ぎから、まあ、ろうでも紗でも、雰囲気的に使えるというので、で、まあ、こういういわゆるちょっと、まあ、なんていう、陰影でぼかしが出るみたいな涼しさがあるので。結構これはね、皆さんこうよく使われるという、で、まあ、特にこう着付けの、マネキンさんと呼ばれるような、そういう、こう着付けのお手伝いをするような女性たちって、まあ、着物を選ばなくて使えるので、よくこうしたものは使っていただいていると思います。で、まあ、この一応博多に関しては、まあ、今こうしてぼかしがこういうふうに出てるんですけど、このぼかしが、まあ、一応これは手ぼかしでこうしてるので、まあちょっとイメージがこう変わって、まあ、単純なものではなくて、こうで一応博多はまあ3本立てでこう作っていくので、まあ糸を基本的にその手ぼかしでする場合も一応3本はワンロットとして作るんですけれども、基本それでこう作るので、まあ世の中に全く同じものは3本しかないということで、まあ、なかなかね、こう同じように見えても被らないという利点もあって、結構これはよく人気のある商品ですね。で、うちでも割とコンスタントにこれは出ていて、まあ浴衣でもちょっといい感じのものだったりとかすると、まあ、そういう浴衣に締められたりとか、まあ、いわゆる上風縮み系統のものにも使われたりとかします。
であとですね、最近こうより、そういう人への時期に、適切な感じというので、まあこうしたこれまあ文字利で、これまあ切りの門ですけれども、これちょっとアップしてみましょうかね。柄のところはこういう感じで少し透けてるんですけども、ベースのこの生地は透けてはいないんですね。ですのでどちらかいうとこれはまあ一重とかにこう一番適した素材ということで、まあでも例えばうちなんかでこうよくお客さんにお話しするのは、まあ逆にその生花を挟んでその人への愛の時期ですね。でまあ真冬はねちょっと外した方がいいですけれども、まあそうした時期に幅広く使えるというので、まあこうしたいわゆる文字利で柄を織り出したりとか、あとですねこれはまあ博多のそのいいものを作る有名な、まあ、西村織物さんというところが作ってる伊右衛門感動というので、これもやはりよく寄るとですね、普通の感動とはちょっと違って、ここの縦の部分がこう透けてるんですね。でまあベースのところはいわゆるまあこれは平織りではなくて文字利糸を使ってるので、ちょっとこうツルツルスベスベした感じはちょっとないんですけれども、逆にこれなんかは、フルシーズン使っていただくっていうことができる帯なんですね。まあこうして最近は結構その一重とかの時期を重視して、作ってるものというのが結構出てきてますので、まあ帯を選ぶときに、一つ参考にしていただいたらいいんじゃないかなというふうに思います。それとですね、まあとよく言うのが、例えば先ほどのこの文字利なんかはこれまあ六通といって、博多の場合は帰りいわゆる一重太鼓ですから、帰りの部分がこれは無地になってますね。であとはまあずっとまあこうして六通で柄がついて、一巻き目がやっぱり無地と。でまあこうしたタイプのものではなくて、全通の帯ですね。まあ、先ほど一番最初にお出しした、まあ、こういう勇者という、これはもう全通ですね。全部通しでこの柄、それからあとまあ西村のその伊右衛門感動とかも全通、まあ、逆に言うと全通の帯というのは、まあ、いわゆる、一重太鼓の袋名古屋としても使えますし、裏地をつけて袋帯にすることもできますし、それからもう最後の最後は半分にかかっていただくと半幅帯にもなるということで、まあ、全通の帯を選んでおかれると、まあ、いろんな帯に最終的に展開していくっていうことができますので、まあ、それも一つ、着物というかこの帯を選ぶ時の、参考にされたらいいんじゃないかなっていうふうに思います。まあ、それと、まあ、うちの場合は着物をね初めてこう着るという方の場合に、まあ、よく着付け教室さんとかに行くと名古屋帯を持ってきてっていうふうに言われるんですけど、まあ、名古屋帯っていうのは実は、帯の歴史の中では実はすごく新しくて、もともとはいわゆるこういう博多に代表されるような八寸という帯と、いわゆる丸帯ですね、表も裏も丸っきりこう、柄がこうついてるもので、全部使えるという、まあ、そういうものがもともと帯としては、生まれいでて、でまあ芯を入れるというのは、実は帯の中ではかなり後半なんですね。最初はやっぱり素材のしっかりした良さで結んでもらうと。で、まあ、だんだんそれが、まあ、コストを落としたりとか、まあ、あと名古屋帯は、まあ、言われてるのは、名古屋の仕立て屋の、まあ女性の方が着物の生地で帯が作れないかということで、で中に綿芯を入れて生地でこうくるむようにして仕立てることによって、名古屋帯を作ったというふうに言われてますけれども、うちではですから逆に言うと、一番最初に着付けを習う時、名古屋帯よりも博多帯の方が、締めやすいよということで博多帯を結構おすすめします。っていうのがやっぱりこう生地がしっかりしてるということは締めやすいですし、
で着崩れもしにくいということで、まあいろんなで博多もね、昔と違っても県庁だけではなく、いろんなこうした柄のものが、おしゃれなものが出てきてますので、まあやっぱりその素材重視で締めやすいもので、まあある程度時期も長く使えるものっていうのを選ばれると、すごく便利なんじゃないかなというふうに思います。で、まああと一つ最後に、まあ、先ほど一番最初に平地という話をしましたけれども、まあ、最近はこういうちょっと綾織を入れた平地ですね、まあ、ちょっとこう組織も糸質よくて柔らかいこういうもので、一番最初のものと比べると、まあこれ分かりますかね、こうちょっと風合いの柔らかさが違うと思うんですね。でうちのお店は結構皆さんに必ず言うのが、まあ、あんまりこう着物の歴史とかその格とかっていう話だったり、誰々先生が作りましたという話よりも、基本よくお話しさせていただくのが素材ですね、まあ、糸質のその良さという、まあ、そういうお話をよくさせていただくんですけども、やっぱり正直言って締めやすいものっていうのはもうそれに手が出ますので、基本的に締めやすくて、着物はあまり選ばずシーズンも長く使えるものの方が、いいんじゃないかなという気がしてます。まあ、それと、まあ、ちょっと長くなりましたけど、最後にもう一つ付け加えておくと、博多帯っていうのは基本的に実は、まあ、真ん中にこう柄があるようなものでも基本的にちょうど真ん中には入れてないんです。まあ、変な話ですけど、半分にあの腹をした時にシンメトリーにならないように、必ず例えばこの帯でも、半分に折った時の、まあ、左側と右側ですね、まあ、要は順手で巻くか逆手で巻くかっていうので、まあ腹帯を変なし出すのを変えることができるように、あえてそういうふうに博多帯というのは柄を真ん中に持ってこないというルールがあります。だから例えばこうしたものを見ていただいても、まあこちらのいわゆるちょっと隙間ですね、柄に対してのこの隙間とこちらは柄の隙間が違うと思うんですね。まあ、すごくなんていうの、単純に考えたらこれど真ん中に持ってくる方がいいというふうに思われると思うんですけど、博多帯というのはあえて位置をずらしてます。でそれでまあ順手と逆手でイメージが変わるようにというふうにしてるのが特徴だと思います。まあそんなことで今日はまあ割とこう3シーズンというかですね、まあ一重生花も使えるような帯というものがだんだんこううちの方でも店頭に飾られてきましたので、お話をさせていただきました。ということで以上ありがとうございました。